本日は F リーグ2023-2024キックオフカンファレンスにお越しいただきまして、誠にありがとうございます。大型連休明け、その初日、平日にもかかわらず、たくさんの皆さん、メディアの皆さん、お越しくださいまして、ありがとうございます。今日5月8日からは、コロナとの関わり方もまた新たな局面を迎えまして、より今までのこのスポーツとの関わり、フットサル界も日常が戻ってくることを期待しております。こうやって皆さんと一緒にカンファレンスできることを嬉しく思います。司会進行を務めさせていただきます。DJ ジャンボことフリーアナウンサー中村義明です。どうぞよろしくお願いいたします。F リーグがスタートしたのが2007年で、今シーズンで17年目となります。当時、F リーグの舞台に初めて立った選手が、今、指導者になって F リーグの監督になる。また小倉健一郎監督は代表を指揮してアジアチャンピオンになる。さらには F リーグ開幕の2007年に若手選手だった選手がいまだに16年経っても現役として活躍している。さらにはこれからは2007年のその F リーグ開幕を知らないような選手たちの活躍もこれから大いに期待できるという、日本のフットサル界の頂点である F リーグもどんどんと歴史を刻んでいます。メディアの皆さんにはですね、コロナも一段落して日常が戻りつつあるこの F リーグフットサルの魅力をどんどんと世に伝えていただきたいなというふうに私からお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。で、日本のフットサル界にとって今シーズン2023年度という年は大変重要な年になります。というのも来年、ご存知のようにフットサルワールドカップイヤーで、今年の後半にはそのワールドカップ予選となるアジアカップの1次リーグもスタートするというところで、本当に F リーグが重要になってまいります。今年度もこうやって F リーグが開幕できることを心より感謝いたします。それではまずはじめに、一般社団法人日本フットサルトップリーグ理事長藤口光則より皆様にご挨拶をさせていただきます。藤口理事長、よろしくお願いいたします。私は11年制のサッカーをずっとしてまして、やはりサッカーは世界どこに行ってもやってるし、いろんなところで人と人と このコミュニケーションというのがいいなと思って、で、フッサル、この1年間見させてもらいまして、これは世界で日本を代表する、日本が世界を引っ張れる、そういう種目だと。しました。皆さん本当にそう思いました。でそこでだから皆さんこう頑張ってますけども、これはJ リーグ立ち上げた時のお話になるかもしれませんけども、やはりそのサッカーをしている人たちだけが頑張ったらいいか、それだけじゃないですね。その地域とともに、 J リーグは地域とともにということで、そのクラブがあるそのホームタウン、その人たちと一緒にみんなで盛り上げようという形をやってきました。まあ、これが非常に大事なところで、フッサルもですね、もう 全国にいろんなところがありますから、その地域地域でね、クラブとその地域の人が一緒になって、それはなぜかと言いますと、やはりプレーをするからには、場所は大事ですよね。フッサルの場合はやっぱりそういう室内の、そういう、施設が必要になって、そうなると地域の自治体との関係ってすごく大事です。ですから一緒に、今日もたくさん私はちょっとスポンサーと言われてパートナーとやらせてもらってるんですけど、一緒にやろうということですね。だからそういう人たちもいらっしゃるわけですね。みんなで一緒にもっともっと盛り上げて、本当に世界トップを目指してもいいんじゃないかなと思っています。今日はこのキックオフカンファレンス、よろしくお願いします。藤口理事長、ありがとうございました。それでは続きまして、今シーズンの開幕戦について発表させていただきます。ディビジョン1が5月27日土曜を開幕いたします。2024年1月14日日曜日まで全27節162試合を行います。
大会方式はレギュラーシーズン全22節132試合ホームアンドアウェイ方式2回戦総当たり、その後全22節が終了した時点で勝ち点の合計が多いチームから順に上位6チームと下位6チームの2つのグループに分かれ、ファイナルシーズン全5節30試合を実施いたします。ディビジョン2は6月4日日曜日の開幕を皮切りに2023年12月24日日曜日まで全18節72試合を行い、ホームアンダーウェイ方式での2回戦総当たりのリーグ戦となります。ディビジョン2、ディビジョン1の入れ替え戦については2024年2月17日土曜、18日日曜の開催を予定しております。次にディビジョン2の開幕カードをお知らせしますが、今シーズンディビジョン2にミラクルスマイル新浜が加わりまして全9チーム編成となりました。後ほど選手が登場いたしまして開幕戦への意気込みを語りますので、皆さん楽しみにお待ちください。そこに続いてディビジョン1の開幕カードをご紹介してまいります。ディビジョン1は昨シーズンと変わらず12チーム編成でリーグ戦を行います。もちろんディビジョン1の選手も後ほど登場いたします。またリーグ戦に先立って来週5月15日月曜からエブリィオーシャンカップ2023が開催されます。今年度のオーシャンカップはディビジョン1所属12チーム、さらにディビジョン2所属9チームに加え、特別枠として U19 フットサル日本選抜、オーパ、立命館大学オールワン、ゾット早稲田、この4チームを加えた合計25チームで開催いたします。1次ラウンドは5月15日月曜から18日木曜まで東京都八王子市にありますスポットアリーナ八王子にて行い、決勝ラウンドは5月20日土曜、21日日曜の2日間茨城県水戸市にありますアダストリア水戸アリーナにて行われます。リーグ戦カップ戦ともに詳細についてはお手元の資料またはホームページをご覧いただきたいと思います。それでは今シーズンの M リーグをサポートしていただきますスポンサー、パートナー各社をご紹介いたします。まずオフィシャルスポンサーアベマ、テレビ&ビデオエンターテインメントアベマ様には今シーズンの F リーグディビジョン1の試合を生中継していただきます。 F リーグを多くの方にお楽しみいただくために中継では実況、解説を迎え F リーグならではの興奮と感動をお届けしていただきます。ぜひアプリをダウンロードしてお好きなデバイスでフリーグをお楽しみください。登録は一切不要です。続いてオフィシャルスポンサーアビームコンサルティング、アビームコンサルティング株式会社様は経営戦略策定やデジタルテクノロジーの導入などを通じて企業の変革を支援する日本初の総合コンサルティングファームです。今シーズンも日本フットサルトップリーグのコンサルティングパートナーとして F リーグの発展をサポートしていただきます。本日アビームコンサルティングからは執行役員プリンシパルの久保田圭一様にお越しいただいておりますので後ほどご紹介をさせていただきます。続いて紹介するのはオフィシャルスポンサー伊藤園、株式会社伊藤園様には2018シーズンより F リーグをサポートいただいております。すっかりおなじみとなりました健康ミネラル麦茶ナチュラルミネラルウォーターエビアンのご提供を通し選手やスタッフの水分補給とコンディション作りをサポートしていただいております。そしてオフィシャルボールスポンサーミカサ、ミカサ様は F リーグオフィシャル試合級アルムンドをご提供いただきます。アルムンドとはスペイン語で世界へ To the world という意味です。ボールとともに世界へ羽ばたこうというミカサの思いが込められております。今シーズンよりミカサ様に F リーグを応援いただきます。続いてオフィシャルパートナーアスレタ、株式会社アスレタ様には2019シーズンより F リーグをサポートしていただいております。これまで F リーグ選抜のユニフォーム、 F リーグの審判団のユニフォームをご提供いただき今年で5シーズン目となりました。今こちらにある黒とピンクの
こちらのユニフォームが今シーズン審判団の皆様に着用していただくものです。オフィシャルパートナールートインホテルズ、ルートインホテルズは2023年4月現在で国内外に332店舗のホテルを展開しております。さまざまなお客様のニーズにお応えするために異なるコンセプトを持つ4つのホテルブランドにて安心安全な滞在を提供しております。近年ではスポーツ支援事業にも注力されており、スポーツを通じた社会への貢献の一環としてFリーグをサポートしていただいております。続いてオフィシャル PR パートナー PR タイムズ、オフィシャル PR パートナーの株式会社PR タイムズ様には F リーグのプレスリリース配信におきましてプラットフォームを活用させていただき、プレスリリースを通した F リーグの盛り上げをサポートしていただいております。続いてオフィシャルサポートカンパニーキーマイン様、株式会社キーマインは一般社団法人日本フットサルトップリーグと連携して F リーグ加盟クラブのトップ選手、サテライト選手への食事栄養セミナーなどの取り組みを開始します。各クラブに食育の現状についてのヒアリング調査を実施していただき、課題に合わせた情報提供を行っていただくことでトップ選手、サテライト選手の強化を目指します。続いてオフィシャルサポートカンパニーマクロミル様です。株式会社マクロミル様にはマーケティングリサーチやデータベースを通し F リーグをサポートしていただいています。毎年シーズン終了後に発表する最優秀選手賞や F リーグベスト5といった個人賞の投票にもマクロミル様のプラットフォームであるエクスタントを活用させていただいております。続きましてオフィシャルサポートカンパニーウェッジベアリッジ様です。ウェッジ株式会社様、株式会社ベアリッジ様には F リーグ審判団のコミュニケーションツールとして通信機材をサポートしていただいております。試合中の審判団の連携に欠かせないこの通信機材を通して F リーグを支えていただいております。以上の皆様のもとに今シーズンの F リーグを盛り上げてまいります。スポンサー、パートナーの皆様、今シーズンもどうぞよろしくお願いいたします。それではここでオフィシャルスポンサーのアビームコンサルティング株式会社様より執行役員プリンシパルの久保田圭一様にご登壇いただきます。久保田様、よろしくお願いいたします。皆様こんにちは、アビームコンサルティングの久保田と申します。ついにですね、開幕の時期がやってきたということで、このキックオフカンファレンス私も楽しみにしておりました。で、先ほどですね、藤口理事長が、スポンサーではなくパートナーということをおっしゃっておられましたけれども、そうですね、我々もパートナーとして、いろんなことに取り組んでいきたいと思っております。で、我々がですね、なぜそのFリーグのパートナーをしているかということについてちょっと簡単にご説明させていただきたいと思います。我々ですね、別に食品を売ってたりだとか、飲食をやっているわけでもないので、いわゆる B2B のビジネスですね、企業に対してサービスを提供しているという会社でございます。で、なので、企業の名前がですね売れても、それに対して特に意味はないんですよね。ではなぜやってるかというと、我々ですね、実はそのスポーツ界自体をもっと発展させたいというふうに考えております。で、そのスポーツ界を発展させる、要はスポーツ界がですね、もっとお金が潤う世界を作りたいということで、動いてるんですけれども、それをですね、この F リーグでまず作り上げたいというふうに考えています。なので、その協力をですね、F リーグさんと一緒にしてもらってですね、F リーグが稼げる世界になっていく、そんなことをやりたいなと思います。で、その一環として、これまで、過去2回ですね、アビームアワードというものを
やってきました。でこれが何かというと、まあ、当然リーグなので優勝、まあ、競技面で優勝というのを各クラブが追求するんですけれども、まあ、我々はですね、その競技面以外のところで各クラブを表彰するという制度を作っています。まあ、これはクラブの発信活動ですね。いろんな発信活動、まあ、これはスポンサーへの感謝の気持ち、まあ、パートナーへの感謝、敬意の気持ちを発信する、それを評価したりですね。で今期に関しては各クラブの新規観客の取り込み施策っていうものもちょっと評価していきたいなというふうに考えておりますし、まあ、ファン、そして選手、クラブを巻き込んで、まあ、Fリーグですね、盛り上げていきたいというふうに考えております。まあ、これが成功すればですね、まあ、Fリーグが、もっと稼げるリーグになって、まあ、最終的に我々のところに帰ってくると、まあ、そんな循環ができると、まあ、スポーツ界全体もですね、よりいいビジネスが盛り上がっていく、まあ、そんな世界ができるんじゃないかなと思っております。まあ、ですので、今日参加しているパートナーの皆様、もですね含めて、まあ、競争を、まあ、走る方じゃないですよ、共に作っていこうですね、競争っていうところを一緒に頑張っていければと思いますので、皆さんよろしくお願いいたします。以上となります。ありがとうございました。はい、久保田様ありがとうございました。今シーズンもどうぞよろしくお願いいたします。ではここで今シーズンより F リーグアンバサダーにご就任いただく方をご紹介します。 F リーグアンバサダーにご就任いただくのは昨シーズンまで YSCC 横浜に在籍しておりました松井大輔さんです。では F リーグアンバサダーに就任するにあたり意気込みをいただきたいと思います。登壇をお願いいたします。まずでは一言お願いします。皆さんこんにちは、YSCC 横浜の松井大輔です。アンバサダーということで、どういうことがちょっと今からできるかどうか分からないですけども、自分の力を、また、F リーグに携わらせてもらったので、力になりたいなというふうに思いましたので、本当にこういう形でできるのはすごく嬉しいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。松井さん、ちょっといいですか、いくつか。はい、松井さんはサッカーでは日本代表として活躍されまして、ワールドカップも経験しました。その松井さんがフットサルの世界に身を投じました。どうですか、率直にサッカーからフットサルに来て、そのフットサルっていうのは。最初はそうですね、失礼ですけども、まあ、違うことをやりたいな、サッカーから、フットサルに一回転身したんですけども、やってみるとやはりまた違う面白さがあって、サッカーとフットサルの違いというか、室内でまた観客が近い、また技術も高い選手がいるっていう中で、いろんな選手が僕の試合を見に来てくださったんですけど、その時にいろんな選手、また友達がまたもう一回見に行きたいなっていうふうに言ってくれたのを覚えているので、いやそういうまたいろんな観客たくさんの中で、フットサルができることが今からの大事なところになってくると思うので、そういうところもこうやっていけたらなというふうには思います。たくさんの観客の前でフットサルをプレーするために、そのフットサルの魅力というのを今度伝える役目を松井さんが担うわけですけども、そのフットサルの魅力というのはいくつもあると思いますが、中でも松井さんはどのようにお考えですか、フットサルの魅力は。そうですね、やはり観客、まあ、さっき言った通り観客が近いということと、あと技術もさることながら、サッカーにまた使えるっていうこともありますし、エンターテインメントもこう兼ねていくような感じの時代になっていくんじゃないかなというふうには思うので、見てて楽しい、また、得点がたくさん入るっていうのが、魅力なんじゃないかなと思っております。最後の質問になりますけども、アンバサダー、このFリーグの魅力を多くの人に伝える役目、どうでしょうか、アンバサダーとして実際にこんなことを僕はやってみたい、やるんだっていうものが頭にあれば教えてください。逆にちょっとこういうのをやってくださいっていうふうに言ってもらった方が
僕はやりやすいのかなというふうなのはありますね。なので、提案をこうしてもらって、いろんな形でこうできたらいいなというふうに思いますし、まあ、今回その、今選手とコーチというのも YS でやらさせていただいているので、まあ、できないこともあるかもしれませんし、できる範囲のことで、フットサルリーグ、まあ、Mリーグをですね、盛り上げられたら嬉しいなと思います。なのでじゃあ各クラブの皆さんや F リーグのパートナーの皆さん、あとは F リーグの方々、選手の皆さん、あとメディアの皆さんも、あの松井さんにこんなことやってよっていうのをどんどんと言っていいわけですね。はい、どしどしあのツイッターもありますから、はい、最近では、はい、言ってもらえればありがたいなと思います。はい、あの一つやっぱり松井さんのようなサッカー界とこのフットサル界、あの選手が行き来できるような、そういうことが活発にできるような、そんな日本のフットボール界にしてほしいなっていうのは僕からのお願いなんで、よろしくお願いします。はい、お願いします。まあ、一つ本当に言いたいことは、やはり、まあ、幼少期もそうですけども、子供がボールに触れる、今まあ、東京のところでは、未試登録もできたりとかするんで、フットサルとサッカーの子供たちが、そうなるとやっぱボールに触れる、機会っていうのは多分増えてくると思います。なので、まあ、日本代表に還元できたりだとか、フットサルにも還元できたりすると思うので、そういう相乗効果がそのサッカーとやっぱフットサルにもあると思うので、両方ともが力をこう合わせるじゃないですけども、そういう架け橋になれればいいなと思います。はい、ちょっと長くなってしまいました。どうもありがとうございました。松井大輔さんでした。今週の F リーグの試合もちろん、アンバサダーの松井大輔さんの活躍にもどうぞ皆さんご注目ください。さあ、それではいよいよこの後 F リーグ全21チームの選手が登場いたします。昨年に続いて全チームが集ってのキックオフカンファレンスとなります。今シーズン一体どんな展開になるんでしょうか。昨シーズンは名古屋オーシャンズがレギュラーシーズンプレーオフと強さを見せつけて6連覇を成し遂げました。これまでの16年の歴史の中で優勝したチームは名古屋15回、大阪1回、この2チーム以外ありません。新しいリーグチャンピオンが生まれるのかとか、また名古屋が連覇するのか楽しみで仕方のない17年目のシーズンです。それではディビジョン2の開幕カード選手たちに登場してもらいましょう。ディビジョン2開幕カードはポルセイド浜田対ヴィンセドール・ハクさんです。6月4日日曜14時、島根県立総合体育館で今シーズンのディビジョン2が開幕いたします。それでは早速ポルセイド浜田、久保健二選手、意気込みをお願いします。こんにちは、ポルセイド浜田です。今シーズンは昨シーズンまでに積み上げてきたものをベースにしながら、スローガンにもあるように、より大胆に、それからよりダイナミックなフットサル、ゲームが展開できればと思っています。それからオーシャンカップ、白山さんとの開幕戦、一試合一試合を戦っていく中で勝負強さをチームとしてまとっていけるような、シーズンにできればと思っています。応援よろしくお願いします。ご参加ありがとうございました。続いてヴィンセドール・ハクさん、中島明人選手、意気込みをお願いします。こんにちは、ヴィンセドール・ハクさん、中島です。今シーズンのチームのスローガンは覚悟という言葉になります。今シーズンは昨シーズンに比べて、選手自体がですね、大幅に入れ替わって少ない状態です。ですが選手一人一人がこの覚悟を持って最後まで戦い抜ける集団にしていきたいと思います。ヴィンセドール・ハクさんは今年で F2 リーグに参入して6年目になります。ですがこの5年間まだ勝ち越せたシーズンがありません。なので今年こそは、まずはシーズン通して勝ち越すこと、そしてその中で優勝に、食い込めたらいいと思っておりますので、また今年も1年よろしくお願いします。中島選手、ありがとうございました。ポルセイド浜田対ヴィンセドール・ハクさんは6月4日、島根で14時キックオフです。続いてアグレミーナ浜松対ミラクルスマイル新居浜、6月10日土曜17時キックオフ、場所は浜松アリーナです。それではアグレミーナ浜松、辰巳雄太選手、意気込みをお願いします。こんにちは、アグレミーナ浜松背番号10番辰巳雄太です。今シーズンのチームのスローガンは1です。F1 リーグへの昇格、あと、観客動員日本一、そしてその2つを、選手、スタッフ、サポーターと一つになってチャレンジしていくっていうのが
意味が込められています。圧倒的な人気を誇るクラブを作っていきたいと思ってますので、応援よろしくお願いいたします。ガッツリの試合ありがとうございました。続いて F 初チャレンジとなります、ミラクルスマイル新居浜塩崎信孝選手、意気込みをお願いします。こんにちは、ミラクルスマイル新居浜キャプテンします、塩崎信孝です。我々の、今シーズンのスローガンは、感謝にしました。今シーズン、初参入ということで、本当にたくさんの、企業、個人、たくさんの地元の方々に、応援していただき、いっぱいたくさん、期待を寄せていますので、結果で恩返しができるように、精一杯、頑張りますので応援よろしくお願いします。はい、塩崎選手ありがとうございました。アグレビの浜松対ミラクルスマイル新居浜は6月10日土曜浜松アリーナで17時キックオフです。では続いてボアルスナーの対リガーレビア葛飾、6月11日日曜14時キックオフ、ことぶきアリーナ地区までの開催です。それではボアルスナーの米村直也選手、意気込みをお願いします。こんにちは、ボアルスナーの米村直也です。チームスローガンはワンチーム一戦必勝です。昨シーズン、惜しくも4年間在籍した F1 から、降格をしてしまい苦しいシーズンになりましたが、今シーズンは、ワンチーム一戦必勝というところで一戦一戦、チーム一丸となって、目の前の試合に対して全力で、向き合って戦い、そして、F2 優勝、必ず F1 の再昇格というところを目指して、チーム全員で頑張っていきたいと思いますので、今シーズンも1年間応援よろしくお願いします。米村先生ありがとうございました。続いてリガーレビア葛飾藤川祐介選手、意気込みをお願いします。こんにちは、リガーレビア葛飾の藤川です。私たちは今シーズン温故知新というスローガンを掲げています。私たちは今シーズンたくさんの選手が加入しました。ただ私たちには、リガーレの歴史をつないできたたくさんのスポンサー、サポーター、そして偉大な選手がいます。私たちはそのリガーレのクラブのアイデンティティを学び、理解し、そして体現することで新しいリガールの歴史を作ることができると確信しています。新しくなったリガールと変わらないリガールをぜひ楽しみにしてください。よろしくお願いします。はい、西川先生ありがとうございました。ボールスナーの対リガーレビア葛飾、6月11日ことぶきアリーナ地下14時キックオフです。続いて広島 F 軍対モスクワオレ仙台、6月11日日曜14時キックオフ、グローバルリゾート総合スポーツセンターサンチェリーでの開催となります。それでは広島 F2 鈴木優太選手、意気込みをお願いします。こんにちは、広島 F2 25番鈴木優太です。今シーズン広島 F2 は、スローガンにある通り、F2、アルー、ヤルルー、フォーユーというものを掲げております。こちらは、加藤アド監督、広島 F2 の加藤アート監督とともに、チーム一丸となってファン、サポーター、スポンサー様、広島 F2 に関わってくださる全ての皆様と共に戦う、F1 に昇格するという意味を込めています。昨シーズンはちょっと、いろいろお騒ぎを個人的にはしてしまったんですけども、今シーズンも、F リーグを盛り上げたいという気持ちは何も変わっていないので、皆さんと共に少しでも F リーグの発展に協力できればなと思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。鈴木選手ありがとうございます。続いてボスコール仙台、平沢亮選手、意気込みをお願いします。こんにちは、ボスコール仙台背番号9番平沢亮です。ボスコール仙台のチームスローガンはギアアップ。ギアアップっていうのは、昨シーズンボスコール仙台は、プリーグに再参戦しリスタートを切ることができました。今シーズンは、全てのことにおいて、ギアを上げて取り組むということを、目標に掲げ取り組んでいきたいと思います。またこのギアアップのアップは、F1 昇格という意味を込め、チーム一丸となって戦っていきますので、今シーズンも、応援のほどよろしくお願いいたします。平川選手ありがとうございました。広島 F2 対ボスクオール仙台、6月11日グローバルリゾート総合スポーツセンターサンチュリー、14時キックオフです。最後になります。6月18日日曜第2節に初戦を迎えるマルバ水戸 FC にご登場いただきました。
対戦相手であるボアロス長野米村選手も一歩前に出ていただきましょう。では6月18日日曜15時アダストリア水戸アリーナで今シーズン初戦を迎えますマルバ水戸 FC 松本裕介選手意気込みをお願いします。こんにちは、マルバ水戸 FC の松本裕介です。今シーズンは、昨年の、結果を超えることももちろんですけど、やっぱり一戦一戦マルバらしく会場を魅了するような見せるフットボールを届けられるようにっていうのも一緒に目指して戦っていきたいと思いますので応援よろしくお願いします。松本選手ありがとうございました。対戦相手の米村選手いかがでしょうか。アウェーでの難しい試合になると思うんですけども、必ず勝って、長野に帰れるように頑張りたいと思います。米村選手は2度目の登場ありがとうございました。以上9チームがディビジョン2の頂点、さらにはディビジョン1参入を目指して戦います。それではこれよりフォトセッションを行います。では続きましてディビジョン1の選手にご登場いただきましょう。ディビジョン1の開幕カード、湘南ベルマーレ対エスポラーナ北海道、5月27日土曜小田原アリーナで今シーズンのディビジョン1が開幕いたします。それではまず湘南ベルマーレ菊池大輔選手意気込みをお願いします。皆さんこんにちは、湘南ベルマーレフットサルクラブ菊池大輔です。我々湘南ベルマーレフットサルクラブは、昨シーズンリーグ戦、そして全日本選手権と非常に悔しい、シーズンになりました。僕自身は、昨シーズンまでサッカープレーヤーとして、活動していて、今年からフットサルにチャレンジするんですけど、今までこう練習に参加していく中で本当に昨シーズン戦った選手たちの、悔しい思いだったりとか今年にかける思いというのはすごく伝わってきてますし、僕自身もそれに感化されてすごく充実した、日々を送らせていただいています。今シーズン必ず、チーム一丸となって目標に届くようにみんなで頑張っていきたいと思います。1年間よろしくお願いいたし、よろしくお願いいたします。菊池大輔選手ありがとうございました。続いてエスプラザ北海道鈴木裕太郎選手意気込みをお願いします。エスプラザ北海道背番号10番鈴木裕太郎です。今シーズンのエスプラザ北海道のチームスローガンは旋風ということで、コンセプトは、支えてくださる、方々への、感謝の気持ちをピッチ上で体現し、感動を与え、どんな時も熱く戦い、一体感を持って、エスプラザ北海道旋風を巻き起こすという、思いがあります。この思いを選手一人一人が、しっかりと自覚し、まずはこの初戦を、いい準備をしてみんなで自信を持って挑めるように、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。鈴木裕太郎選手ありがとうございました。湘南ベルマーレ対エスプラーナ北海道、5月27日土曜小田原アリーナです。続いて立川アスレティック FC 対フーベロウルス杉田、5月27日アリーナ立川立ち火で16時キックオフです。それではまず立川アスレティック FC 上村敦也選手意気込みをお願いします。立川アスレティック FC 上村敦也です。去年は悔しい思いをしたので、今季は優勝できるように、そして立川市の皆さんに夢と彩りを与えられるように、頑張っていきますので、今季も応援よろしくお願いします。はい、野村選手ありがとうございます。続いてフーガドール隅田畠山優希選手意気込みをお願いします。こんにちは、フーガドール隅田11番畠山です。まず、初戦の相手が立川さんというところで、ここ数年本当に、僅差の試合が続いていますし、熱い試合を見せられると思いますので、そこのところは、期待してほしいなというふうに、思っております。そして、今シーズンの、チームスローガンで、つなぐ力というところを、フーガドール隅田は、目標に掲げています。3月にありました全日本フットサル選手権の方でも、チームの、選手、コーチ、スタッフ、そしてスポンサーの方々、そして墨田区の地域の方々のつながりがあってこその、優勝だったと思いますので、
今シーズンはより一層ここのつなぐ力というところを大事にしながら頑張っていきたいと思いますので、応援のほどよろしくお願いします。畠山由紀投手、ありがとうございました。立川アスレティック FC 対ウーガドルスミダ、5月27日土曜16時キックオフです。続いてペスカローラ町田対 YSCC 横浜、5月27日土曜町田市総合体育館、16時キックオフです。それではペスカローラ町田、伊藤啓太選手お願いします。ペスカローラ町田8番伊藤啓太です。チームスローガンはオールフォー町田共闘です。町田市の43万人の、力を変え共に戦います。よろしくお願いします。はい、伊藤啓太選手ありがとうございました。続いて YSCC 横浜矢沢大夢選手お願いします。はい、こんにちは、YSCC 横浜の、矢沢大夢です。僕たちの目標として、タイトルを取る、クラブ初のタイトルを取るっていうところを、意識して、みんな頑張っていってる、どこのチームもそうなんですけど、それとプラスで、やっぱこの素晴らしいスポーツを、世の中に広めたいっていう、こともあるので、例えば SNS だったりそういうところでしっかり、僕たち の, そのやってる活動を、広めていけるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。矢沢大夢選手ありがとうございました。ペスカローラ町田対 YSCC 横浜、5月27日16時1分町田市総合体育館です。続いてバサジー大分対ベルクバレット北九州、5月28日日曜12時1分サイクルショップ小玉オースアリーナでの開催となります。ではバサジー大分野口加也人選手、意気込みをお願いいたします。こんにちは、バサジー大分3番野口加也人です。今シーズンのチームスローガンは再生です。昨シーズンは悔しい思いをしたので勢いを取り戻して頂点を狙うという意味でこのスローガンしました。1試合でもの勝利を皆さんに届けられるよう毎試合全力で頑張ります。応援よろしくお願いします。野口加也人選手ありがとうございました。続いてボルクバレット北九州安島健選手、意気込みをお願いします。こんにちは、ボルクバレット北九州背番号10番の安島です。今シーズンは、チームは大きく若返り、新たなチームとなりました。ベテランと、若手の融合を図り、ボルクの特徴でも一体感を前面に出して今シーズンも戦っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。はい、安島健選手ありがとうございました。バサジー大分対ボルクバレット北九州は5月28日日曜10時キックオフです。続いて名古屋オーシャンズ対品川シティ、5月28日日曜パロはみずほアリーナ14時キックオフです。では名古屋オーシャンズ清水和也選手、意気込みをお願いします。はい、皆さんこんにちは、名古屋オーシャンズ背番号11番清水和也です。我々はこのスローガンのもとチーム一人一人が自分たちの役割を全うし、目標である全タイトルを取れるように精一杯頑張っていきたいなというふうに思ってます。応援のほどよろしくお願いします。はい、新しいユニフォームがなかなか似合ってます。清水和也選手でした。ありがとうございました。続いて品川シティ白方秀勝選手、意気込みをお願いします。こんにちは、品川シティの白方秀勝です。今シーズン、昇格したチームとして苦しいシーズンになると思いますけれども、チームの、モットーでもある全力で戦い抜くということを、実現してリーグを戦い抜いていきたいと思います。そして今年昇格したチームとして周りからの、期待もあると思うので、それに応えられるように頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。フルスローガンの白方選手、そのプレー注目したいと思います。ありがとうございました。名古屋対品川シティ、5月28日パナマみずほアリーナ14時キックオフです。続いて白川大阪対バルボラール浦安、5月28日日曜15時キックオフ岸和田市総合体育館で行われます。では白川大阪斉藤日向選手、意気込みをお願いします。こんにちは、白川大阪背番号6番斉藤日向です。今シーズンのチームスローガンは挑戦です。昨シーズン、苦しいシーズンを送った選手たちが、今シーズンは残っているので、その経験を生かしてもう一度強い、大阪を取り戻せるように頑張っていきたいと思います。
よろしくお願いします。斉藤龍我選手ありがとうございました。続いてバルドラルレアス石田健太郎選手意気込みをお願いします。こんにちは、バルドラルレアス石田健太郎です。今シーズンのチームスローガンは共闘です。ワンプレーにこだわって強いウラヤスを取り戻せるように優勝を目指して頑張ります。応援お願いします。石田健太郎選手ありがとうございました。さあ、それではディビジョンファンド選手フットセッションを行います。皆さんご存知のように去年フットサル日本代表は AFC フットサルアジアカップを制しまして4度目のアジアチャンピオンに輝きました。今日のカンファレンス最後にもう一方スペシャルゲストの方にご挨拶をいただきましょう。フットサル日本代表監督小暮健一郎さんです。ではお願いします。皆さんこんにちは。さらに日本代表監督の小暮健一郎です。まずはこのようなプリーグのカンファレンスに招待していただいて非常に嬉しく思っていますし、私自身選手としても監督としてもこのプリーグでさまざまな経験というのをさせてもらった中でこういう場にですね来れたことを非常に感慨深く思っております。ありがとうございます。フットサル代表チームというのは今年のですね10月から来年のワールドカップに向けた予選というのがスタートします。前回大会の延期に伴ってですね非常に短い準備期間ではありますけれども我々代表チームが大きな成果を出すためにはやはりフリーグの存在というのが必要不可欠だというふうに思っています。それは当然代表チームを構成する多くの選手というのはこのFリーグの選手で占めるというところだけではなくてですね、我々が代表活動を行う上でですね、リーグのスケジュールの調整であったり、各クラブ、そしてリーグの方々のサポートなくしてですね、しっかりとした準備を行うというのは非常に難しく思っています。なので、さまざまな側面において、非常にこのFリーグの皆さんと共に強い日本代表を作っていく、そういう強い覚悟を持って、この2023年度ですね代表活動そしてワールドカップに向けていい活動をしていきたいなというふうに思っております。代表の強化というのは非常に短い時間ですけどもやはり毎週末行われるフリーグでのですね競争力というものが必要不可欠だと思いますしそのような素晴らしいリーグ戦が行われるためにはですね、当然選手の努力だけではなくて、各クラブの指導者の方々であったり、クラブの運営の皆様であったり、当然、スポンサー、パートナーの皆さん、メディアの方々、そして、会場に、足を運んでくれる、多くの、ファンであったり、サポーターの方々、そういった存在なくしてですね、素晴らしいリーグであったり、競争力の高い、リーグ戦を繰り広げていくというのは難しいと思ってますので、ぜひ、日本フットサル界全員がですね力を合わせて2023年度の素晴らしいリーグが行われるということを本当に一フットサルファンとしても期待してますし代表監督としても本当に先行するのがですね非常に困難を極めるそういったハイレベルなゲームというのを期待します。ぜひ多くの方々に開幕戦から見に来ていただけたら嬉しいなというふうに思っています。今日はどうもありがとうございました。日本代表小暮健一郎監督ありがとうございました。エブリーグの新シーズンそしてこれからのフットサル日本代表を皆さん大いにご注目ください。以上をもちましてエブリーグ2023-2024キックオフカンファレンスを閉会いたします。本日は誠にありがとうございました。今シーズンのエブリーグどうぞよろしくお願いいたします。